結果発表も3時40分過ぎに行いますんで、はい、さあどこが代表になったのかなというね、楽しみに待っててくださいね。ここでバラバラにするならバラバラにして持ってくるべき。違うのよ、これ持ってき方があるのよ。そうなのか。そうなのよ、ねえ、かわいこちゃんたち始まってますよ、前の子たちは。今さっきの踊りじゃないか。さっきのそれさっきのね、同心会でそれ覚えてどうすんねん。すごいね、このチームは。でもなんか一つになれる踊りだった ね、 今ね。かもしれないですね。本当面白かった。沖縄民謡っぽくもあり、現代風でもあり、このレゲエっぽい感じもあったり、ね、不思議ね。本当にでみんなが踊れちゃうんですもん。すごい ね、 本当にね。さあ続いてはこちら。ちょっともたもたしておりますが、もたもたじゃないの、ここの準備一番大変なんだから、ちゃんと、ね、これちゃんとやんないと旗広げられない。あ、そうかそうか、そういうことか。そうよ、ね、すごいかっこいいからね、皆さん期待してて。さっき旗振りの共演見ましたかね。すごかったね、クラッコ大活躍でしたね。大活躍すごいよね、うん、太い竿と細い竿とあってそれなりにあの、うん、振り方があるんですね。そしてね、しなるように振るのと、この旗にはね、いろんなことが書いてある、ね、そうだね、読みましょう。メッセージ性の高い方で、ね、ごめんなさい、いろんなことは書いてないです。クラってだけ。そのいいんだよ、その雰囲気も書いてある。数えましょう、クラが何個書いてあるか数えましょう。誰も答え分かんないと思うけど数えてないでしょう、多分ね。あ、いい感じ、はい、あ、いい感じに準備。もうちょっとかかんなら、こっちは一回座んだけど年取ってるからね、ま、いい、うん、大丈夫、座ってていい。あ、もう OK のね、もう OK の、はい、はい、さあ続いてはクラッコです。張り切ってどうぞ。お願いします。会場の皆さん、こんにちは。こんにちは。栃木市から、栃木県栃木市からやってまいりましたクラッコです。本日2回目の演舞となります。うさこいもね、2部ということでもう終盤ですけれども、皆さんまだまだ盛り上がっていきましょう。よろしくお願いします。さっきはね、果たしにぜひご注目をって言ったんですけれども、2部は踊り子のキラッキラにもぜひご注目ください。ご声援よろしくお願いします。Thank you.
届きそうで届かない、君はすぐそこに。そしたく全力の、そのまた全力を出し切ってくれて皆さんありがとうございます。